5月7日金曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田工事の ok 工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー 昨日はですね、まあ私は朝は番組があって、さらに夕方もう3時半から番組があるということもありまして、まあちょっとね、えー、会社内で仕事をしたり、休んだりとかしながらというところでしたが、えー、新業アナウンサーはもう番組が終わるといそいそと準備をして、はい、海の森、再び、再び、リベンジ <laughs> また。はい。飛行機を見に行ったんです。え、飛行機を見に行ってないですよ。まじっすか。はい。試合を見に行ったんですよ。っいうか、取材に行ったんですよ。ちゃんとした取材。そうです。そうです。ボート競技のですね、アジアオセアニア大陸予選が行われたということで。一昨日は、あの飯田さんと一緒に行ったんですけれども。風が強くて、中止になってしまいまして。行って、三分でね。そんな話を聞いて、マジかと。そうなんですよね。で、帰ってきたっていうことが、あ、飛行機を見て帰ってきたっていうのがあったんですけど。いいよ、別に気を遣。 <laughs> で昨日はですは、ね、風も穏やかで、ちょうどですねあの試合が始まる直前ぐらいに雨もやんだので、無事<ー>に開催されたという形でしたねであのー、あれね、ね私は全く見らんなかったんだけど、あれってどういう競技をやる えっとですね例えばそのシングルスカルっていうその一人でこう後ろ向きにこう漕いでいくレースがあったりとかあとダブルスカルかなその2人乗りでこう漕いでレースをするっていううな形が行われて昨日が準決勝まで行われて今日が決勝ということなんですよね本当だったら予選やって準決勝やって決勝というところだったのが、はい、じゃあ1日に2回こかなきゃなんないとコンディション的には結構大変だったけど選手にとってはうそうですよね。 まあ国際大会でね海外からもいろいろ選手が来て、だからそのへんのまあシミュレーションというのも一つ、課題としてはあったようですね、はい、そうでですすねねそ伺ったところによりますと、その練習も,もう国ごとにして、食事も国ごとで動くという形にして、基本的には競技場とホテルの行き来のみというふうな形にして、定期的に抗原検査ですとか、そういったこともしていって。はい あの今の開催に至っているということでしたね最近ね、あの海外なんかでこのコロナ対策でバブルっていう言葉が使われますけど、はい、まさにそれで日本に来るけれどもこう行動とかっていうのは本当に限られた形にしてで接触を極力減らすということで、うんまあ、ある意味こうお薄いシャボン玉みたいな膜の中に入って移動し帰ってもらうというところまで管理をすると。ただそんな中であの新型コロナの PCR 陽性者が出たというのもね。 そうなんですよね。あの、スリランカのスタッフ、あの、一人から陽性が、まあ、出たということで、で、あの、まあ、選手二人、どちらもですね、あの、パラのクラスに出場する選手だったんですけれども、選手、そしてスリランカのスタッフ全員、まあ、ホテルで待機ということで、昨日の試合には、え、スリランカの選手は出場しないという形になりました。うん,うん。まあ、もともと練習とかも含めて分けてやってたから、はい、他の国の人たちに濃厚接触者だとか感染疑い そこに影響はないだろうという判断で、そういった措置になったということこれね、当然来る前からずっとこう検査とかをやって、そのデータも提出してもらってというところでしょうけれども、はい、まあ確かに無症状も含めて、えー、現地で感染してきて日本に入ってくるというのは、まあ、これはなんというか防ぎようがないところもあるから、これはあとはこう発症したところでどう管理していくかという、そこの危機管理の問題になってくるわけですね。 にもどのようにしてこう対応していくのかといった部分も、あのやっぱりしっかりと想定もされていたので、そういった部分は冷静に対処されているようにこう見ていて思いましたねやっぱりまあ報道陣に対してもね、まあ、逐一情報という感じで、だから結構時系列でずっとペーパーにも書いて、あ入国がえっと72時間前までに行った PCR 検査で陰性、うん、で空港で行った抗原検査でも陰性、空港いつ空港は5月1日ですね。ね日、はい、なるほど で4日、5日に行った抗原検査でも陰性、で5日に行った、えー、抗原検査で陽性が出て、さらに PCR 検査をしたところ、陽性であったというふうなあの時系列だったということです、まあ、今回のこの新型コロナウイルスは、あ潜伏期間が、ねまあ、10日から2週間とも言われてますから、そう考えると、まあ、現地で感染してきて、えー、ここへ来て顕在化するというのは、まあ、考えられることでもあるという。うん まあその辺も含めて、きちっとえ情報を取って、そしてさらにそれを広報ああもしてえという、一連のこの流れも含めて、どうやっていくかっていうのがまあ本番に向けてというところですし、またこのね、バブルっていう仕組みについて、いろいろと、そうはいったって日本に来るだけでもみたいな批判をする人もいますけど、実はこれって、全く別の分野ではあるんですけど、私、よく聞,聞くことがあって、というのは、あのー えー、人間に関しては、あの、基本的にね、移動の自由っていうのがありますけど、これね、あのー、家畜。 に関してっていうのは、勝ち観の伝染病って別にこうあるわけよ。はい、でよ、ねえー、それについても、あの、検疫っていうものがあって、で、ある一定期間、こう、隔離した、例えば馬だったら、厩舎とかにこう止め置いて、えー、それから、こう、日本の中に入れるみたいな、ああ、こともやるんですが、あの、例えばですね、競馬でジャパンカップって毎年、秋にありますけど、はい、ああいう国際レースに関しては、あの、隔離厩舎っていうのを作って、えー、まさに今やってるコロナと同じような感じで、はい、こう、あの、他の馬と接触しませんと。 であの同じ国から来た馬同士で調教もやりますとで<ー>あの、スタッフも含めて、まあ、あの馬とか、こうね、賢、え、い、ー、のでん病の場合は、例えばこう、入り口のところで靴のアルコール消毒とかをすれば大丈夫だろうとか、そういうことが知見として分かっているので、はいでえー、その形で馬同士接触は極力少なくして、本番だけっていう形にして、やるっていうのが、ね、確立されてるっていうそうなんですね。だ 出てててていいいくももそううう形ののっっにですねえ実は、ノウハウがあったりなんかするんでまあこの辺の知見とかっていうのも使えるものは使えるんじゃないかなとまあだからバージェスなんかの場合はあの馬も持ってくるんでえそういうところもやるというのはもうすでにえシステムとしては出来上がっているようですしまあこれをだから人間に適応する場合は馬と違って人間は意思を持って行動してしまうというところをどこまでやれるのかっていうのがあまあ問題となるのかもしれないんですけれども、ま。あ あその辺も含めてですね、えー、各国際レースというものでいろいろ知見がたまっていく今、時期なんだろうなと今日決勝今日が決勝ですね、行われるということです。はい ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各種入ってまいりました。えー、今朝はですね、一市を除いて緊急事態宣言の延長についてというところです、えー。31日まで延長、そして福岡や愛知も追加するという政府方針と。 正式決定してないのに、まあ、よくもこんだけポロポロいろんなことが出てくるなというところではありますけれどもねこれについて後ほど今日のコメンテーター三宅邦彦さんとまた7時頭で取り上げてまいりますで一方で産経新聞だけがですね一面トップ、まあ、おそらく産経のスクープだろうと東京地検特捜部菅原前経済産業大臣立憲へ現金提供悪質と判断と。 ええ、いうニュースが、一面トップで出てきております。ま、あこれ、ね、あのー、 地元の、ま、有権者に対して会費などの名目で、え、現金を提供していたと、される問題。まあ、あの、不起訴、起訴猶予というふうに、まあ、あの、なったんですけれども、東京第4検察審査会が今年2月、起訴相当と議決をし、そして特捜が再捜査をしていたということです。まあ、最初はあのね、公電の、お、名目についてというところで、公選法違反というところだったんですが、まあ、それ以外にも、その、え、地元のお祭りなど、 への支払い等々があったんじゃないかというところで立憲に向かっているということだそうでありますそしてまあ気になるニュースと言いますか各市社会面などで取り上げているのが えー、電車の減便についてであります。まあ、あのー、今日ね、えー、5月の7日、昨日、今日というのが、まあ、ゴールデンウィークのその連休に挟まれた平日、まあ、4月の30日もそうでしたけれども。で、えー、ここも、まあ、含めて休んでくれというのは、まあ、お上はそう言っているというところで、えーまあ、それに合わせてですね、まあ、あの、鉄道各社も減便を要請されていたということがあった。まあ、あの、正式要請かどうかは、まあ、さておき、 え、世の中の空気としては、え、なんで動かしてるんだ、みたいな、え、空気が、あの、ゴールデンウィーク前にはあったことは、ま、これは否めないだろう、とこういうところで、え、あります。で、まあ、あのー、 今回ですね、えー、それをやってみた。あ、そしたら4月30日は、まあ、あのー、お客さんの数減ったんだけれども、えー、5月6日、昨日になってですね、ほぼ通常通りのお客さんが押し寄せ、そして一方で、えー、鉄道各社、まあ、特に JR 東日本ですけれども、えー、首都圏の鉄道を減便していたんで、その分一つの、えー、電車に人が集中して混んでるじゃないか乗車率180%あったじゃないかみたいなことを、朝日新聞は、あ社会面で書いております。まあこれね、えー、言わんこっちゃないっていう 話とそれからあんタた,たち減便しろとか外出んなとか言ってたじゃねえかっていうところも含めてですね、まあ、このコロナ報道っていうのはあのある種のマッチポンプみたいなものがこう見えるなあというのはまあ、思うところではあるんですけれども、で、あのー、これそれこそね、えー、先月の半ばに小池都知事にもお話伺ったことがありましたが、確かにオーフトグでちょっとプチラっと言っていたのはだってね台風の時はあの人が減るじゃないのっていうことを言っていて、あそれと同じような発想だったのかなっていうのはね確か。 にあの思うところなんですただあの、台風とこれ実は因果が逆で、台風の時はもう接近していて、これ、えー、外出ようと思ったって出らんないぐらいだよねっていうのが、共通理解してしある中で、今までは無理やりにでもで鉄道を動かさなきゃって頑張ってたのが、いや、頑張んなくていいよっていう風になって、え減、ー、便したというのがあったんですが、今回因果が逆で、先に鉄道減便すると。 で、あの、人々は減便するんだから出ないでくださいねっていうふうに言われていたというのが、あの、委員が逆で。で、あの、これで、その、新型コロナウイルスがですね、例えばエボラ出血熱のようなものを、知率がものすごく高いということであれば、ええー、そうなると。で、あるいはえ、そうかもしれないなということがわか、あの、全くウイルスの特性がわかってなかった去年であれば、えー、共通理解というものがあったで聞いたと。ところが、今回に関しては、えそこのところがですね、まあ、ある意味、おかえもそうは言った でこのウイルスなめてんでしょっていうのが会合をやったりとかですねいろんなところでばれてしまっていたというのがあるんで聞かなかったということもあるだろうとまああとですね そう、これ、あの、朝ラッシュなわけですよ。で、あの、テレワーク、テレワーク言いますけど、結局このラッシュが平準化されていれば、時短とかね、あるいは、あの、時差出勤がちゃんとできれば、えー、そんなに困らなかったんだろうけど、ここでですね、あの、政策の一つ一つが整合を取れてねえなというふうに、ものすごく思うのが、だって時短、あの、時差出勤して、例えば10時に出勤しますと、で、あの、8時間定時で、しかも、間1時間の昼休みがあると9時間じゃないですか、10 19時に終わってじゃああの家帰りますとどこで飯食うんだよって、もう閉まって、ラストオーダー終わってんじゃないみたいな話になって、え、じゃあこれ時短、時差出勤はできないってことだよねって言ったら、朝にこれは集中するよなあ。帰る時間も夕方に集中するよな。えー、この辺も含めてですね、なんというか全体の設計っていうのができてなかったつけっていうのを、我々国民に言われたって困るよなって。 さあ、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願います。はい、さあ、この時間はですね、もうホットな、え、ロンドンで開かれて終わったばかりの G. 7外相会合について。はい、<え>そうですね。昨日、共同声明も出されまして。と、はい、ころが共同声明ってね、あ、はい、共同声明って、コミュニケって言うんだけど。コミニケうん。まあ、今、実は、あの。 記事というか文書書いてるんですけど勉強中なんですけどね面白いことが分かったつまりサミット G7 の外相会談のコミュニケというのはですね実は過去3年出てないのあ過去3年出てないのそれはなぜかうとトランプ政権だったからだと思うんですけどね直近のやつが2017年の時で 全然それは第一がか第二位でね、これはまためちゃくちゃ長いんですよ、1万2000号以上あってね、パラグラフだけで87個あってね、イシューは40個あるわけ、これはもうヨーロッパでやるから、イギリスがあれですからね、議長ですから、まずロシアね、それからベラルーシ、ウクライナ、バルカンね、それからやっとインド・パシフィックになって それから中国、北朝鮮、ミャンマーね、これで終わるかと思うと、当然のことは中東があってね、イラン、イラク、シリアね、なるほど、えー、それで、ぶち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 って、アフリカがまた6か国ぐらいあってね、<ー>それから今度は、不拡散な、ク、はいえー、ライマックス、気候,気候変動まであって、えーえー、もうめちゃくちゃ長いのよ、なんでこんな、こいつら本当に読んでんかいって、読んでるわけないよ、絶対、だってあれ、読むだけで2時間ぐらいかかるんですよああただ読むだけでもね。 一応目、ね、通しましたけどザクッと。はい いやーなんだかまああの昔思い出すっていうか、まあ、僕は全部これやったわけじゃないけれども、えーえー、これね一生懸命みんなで作るわけですよもう官僚の人たちが集まったりなしながら絶対政治家読んでないと思うんだけど、まあ、それはそれでいいんですよじゃあ中国ってそんなにちょっとしかないの87パラグラフのうち6つしかないんですよね中国については。6つなんです、ね、だけど、はい、実際にはおそらく議論された中で一番、ね、比重が大きかったのはやっぱり中国なんでしょうね。そそれでまあお決まりのその、えー 新疆ケしカラン、ウイグルケしカラン、それから香港ケしカランから始まって、一連のやつがあるんだけど、この間も日米首脳会談の共同声明で台湾を入れるか入れないかっていう記事がありましてね、これもスポンと入ってるわけですよ、これはね、やっぱり今までおそらく例がないんで、苦労したろうなとは思います。イギリスはねいなと思ったの 昔、あの、米、A と米えー、ーエーエーというのは、特別な関係なんだと、はい、そういう時代があって、まあ、レーガンさんとサッチャーさんの時代もありましたよね。はい、それからまあ、最近では、最近ではってもトランプさんの時にはあんまり良くなかったんだけど、ジョンソンさんっていう人は面白い人でトランプには釣り寄っていったんだけど、もう今は完全にあの、バイデンさんに釣り寄ってますよね。ですからまあ、ある意味で、 アメリカは今回の G7 というもので、はい、中国を念頭にして先進民主主義国を、ねえー、なんとか一致団結させたいと、はい、まあそうは言ってもね、まあ、日本ももちろんそうだけどこれイタリアとかドイツだって微妙に温度差があるわけですよ、うん、ですから実際に今回あの厳しい見方をするイギリスのガーディアンだったかな、うん、読んでたら要するになかなかその一致団結してね、はい、厳しい態度、姿勢を もしくは具そんなこと言ったって当たり前だよねうん、うんあ。イギリスがいくら頑張ってアメリカと組んで頑張ってもやれることとやらないことがあるんで,、はい、でよく考えてみたらですよ、うん、結果的には日米首脳会談とその時の共同声明の内容とまあ同じようなもんじゃないですか。うんうん、こういうい話ですねうーん ええー、まあ、そのね、えー、香港についての話など、また7時台にもお話をいただこうと思っております。えー、今日も一つよろしく、よろしくお願いします。ますさあ、メールやツイッターも様々いただいております。まあ、新型コロナのね、緊急事態宣言については、後ほど、えー、7時頭で、えー、三宅さんとまた深めていきたいと思っております。引き続きよろしくお願いします。ますで、まあ、それに先立つ形でメールをいただきました、よっちゃんさん、この方は足立区にお住まいの方、62歳の女性です。 昨日のワクチン予約大変でしたよと朝から夫婦2人で電話とスマホにかかりっきりで予約取れたのは夜の6時になってました朝からやって夜6時いやうちまだ来てないんですけどねあれですか接種券先ほ鎌倉から帰ってきたんだけど鎌倉が5月の10日かなの9時から LINE と URL と何とかでやるんですっ今のお話伺って、ゾッとしましたね。いやー、そうですよ。それでもう、孫とかもう、子供たち動員しなきゃできないよね。いやー、まあそうですよ。うち90いくつだからね、うちの母親は。だから、これね、もう少し、彼らにそんな作業させることが本当にいいのかね、もう少し、 抽選するなりね。もう、あの、構成に、しかし、あの、みんなが納得するような、電話で早いもん勝ちっていうのだったらみんなかけますよ。そしたらどっかの街みたいにパンクしちゃいますよ、絶対。そうなんですよね。昨日の午前中なんかね、固定回線の電話までパンクしたって話ですから、全体がね。うん。ってことは僕はシステムが間違ってると思いますよ。うんうんうん。いや、昨日もやっぱこのね、ニュース結構昼過ぎから話題になってて、私も夕方の番組で取り上げたんですがそしたら、 やっぱ、もう、これ、決めてもらって、この時間ですよ、あなたはっていうふうに、やってもらって、その上で、もしダメだったらって、予備日作るなりって方法もあるじゃないかと。そねそれもしくは、あの、年齢の高い方から、はい、ね、優先的に、割り当てて、ダメだったら変えると、いうふうな形でね、うまくやればいいんじゃないのかな。うんうん、誰も文句言わないですよ、それやったって。うん 宮宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです緊急事態宣言今月末まで延長へ愛知と福岡も追加の方針 菅総理大臣は東京や大阪など4つの都府県に出している新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言について期限を今月末まで延長する方針を固めました新たに愛知県と福岡県も加えて宣言の対象を6都府県に拡大するとのことです 今日にも政府対策本部を開き正式決定の見通しですではまずは昨日ぶら下がりの取材に応じた菅総理の声を聞いただきます東京都、大阪府をはじめとする緊急事態宣言、この延長について、明日専門家の会議に諮ることといたしまして、明日期間だとか、あるいは対象地域、こうしたものを決定をしたい、このように思います。 えー、昨日の総理のおコメントを聞きいただきました、緊急事態宣言延長ということです、うんあね、私、専門家じゃないですから、あんまり無責任なことは言いたくないけれども、うん、科学的にね、はいあのー、変異株がど,どのように危険か危険じゃない、うん、これは私には分かりません、私、分からないのはね、はい、なんで、あのー、連休になんか数が減ったわけでしょ、はい、だけど、えーえー、それ検査の数が減った、えー からなんでしょ、うん、現在の方が増えたらやっぱ増えるの、うん、だけどそれって1年も前から言ってることじゃないの、うん、どうして1年間何もしないの、うん、どうして注射打てる人いっぱいいるのに、うん。はい 打たなないのんかね素朴な疑問がねやっぱりこみ上げてくるんですよ私の場合はもう後期後期じゃない65過ぎますから危険ですよねリスクが出ると思いますよもちろんなんとか元気でありがたいんですけどもなんかね今まであるシステムを温存しながらとにかくなんとか対応してそれだけの民度があるからできたかもしれないけどもそれこのまま続けるんかいと。 これで本当にその変異株が強力なやつが来た時に今の体制でできるんかいとん、ね、なんか知らないけど、まあ、昔からある炭焼けの縄張り縄張りと言ったら失礼だけども縦割りのこの世界があってこれ全然変える気ない1年間 1>、ね、でそれを変えないでなんとかしのいできたそれは素晴らしいと思いますよ、はい、だけどこれで大丈夫なのかなってちょっと思っちゃうんだけどね いやー、でも、そ、そこのところっていうのは、それこそね、あの、ワクチンが来て、打つ人がどうだっていうところとかって、前々から想定されたところだし、<う>イギリスなんかの場合は、あの、そのために特措法を作って、うもう、お医者さん、看護師さんだけじゃないく打てるように、法律変えちゃうとか。 ですから、その垣根を取り払うなり、臨時的に特例措置をやるなり、そういうのをどん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 やるのが本来の仕事なんじゃないかと思うんだけど、それをやらないという前提でやってるようにしか見えないんだよね。ちょっと言い過ぎかな。申し訳ない。頑張ってる人たちには申し訳ないんだけれども、私からするとどうして変えるべきことは変えられないのか、そんなに大事なことなのか、国民の命より大事なのかと。 思うがありんか現場の頑張りとその全体をこう縛るシステムの部分をどう変えるっていうのが、うん。 どうしてこんな離れちゃうんだろうと。ね、でもこれもまあ、さっあの戦前からずっと明治から、はい、いろんな出来上がってきたシステムなり、はい、ルールなり、す、えー、み分けがあるんだろうと思いますよ。えー、でもそれを全部ぶっ壊せと言ってるんじゃないんだけど、えー、緊急事態の時ぐらいはね、はい、それが少し緩くなるようなシステムにしないといけないんじゃないかな、はい、と思います。これ、ね、やっぱこう あ、邪魔なんだったら、目的に向かって邪魔なんだったら、まあ、帰ればいいんじゃないかって、多分、ヨーロッ欧米の人たちはそう発想するんだけど、うん、我々は、これがあるから帰られないんだよっていうふうになってまう、うん。それね、とすかなかなかみんな、の、説得力があって。確かに。だからできないんですよ。うん うんうん。うんね、で、もうギリギリ切羽詰まるところまで。うん、おそらく私が役人だったら、きっと同じことやってるかもしれないけど、えー、これって合成の合流ですよね。うんはい、一つは正しいけど、えー、全体としては間違うという、えーえー、そうなっちゃいけないよね。うん、やっぱそこをこう、引いて対局で見られるっていうのは、でもこれは、あのー、現場の官僚っていうよりも、政治家であったりとか。 あるいはひょっとしたらそこにメディアも入るかもしれない,<う>い、ね、もしかしたらあの普通の一般庶民が冷めてみたら一番正しいかもしれない。えー、緊急事態宣言今月末まで延長というニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決。今国会で成立へ。 憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案は、衆議院憲法審査会で、立憲民主党が求めていた国民投票の広告規制などについて修正を行った上で、自民公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。改正案は近く開かれる衆議院本会議で可決され、参議院に送られる運びで、平成30年に提出されて以来、およそ3年を経て成立する見込みとなっております。 えー、ということで、えー、一応、こう、衆院は通過していく見込みによく分かんないでしょ、これ。分かんない。全然分からない。憲法そのものの本らね。変えるわけじゃないんだからね。まず。私に言わせると、これでも一応法学部なんで、いやいやいや。出来は悪かったけど、よいよいよこのくらいのことは分かります。これね、憲法にはちゃんと改正の手続きが書いてあるわけだから。<laughs> はい。ね ある意味で憲法改正というのは国民の権利であり、うんはい、同時に義務でもあるわけですよね、うん、もし、うん、あの状況が変われば当然憲法も変わっていい、はい、だからこそ改正手続きがあるわけだから。 となると、この今の議論というのは、どういうふうに改正するかではなく、どういうふうに改正するかなんだけど、手続きでしょそうですよね、中身をどう変えるかの話ないということは、その手続きプロセスがないということは、我々の義務にせよ、権利にせよ、憲法改正をすることがそもそもできないわけですよ。システム上ということは、国会がね、憲法が求めていることをやっていないんですよ。確かにはい それずーっとなかったわけ。えー、憲法ができてから。えーえー、何十年も。で、みんな誰もおかしいと思わない。はい。ね。それで、ようやっと3年かかって。えーえー、だって、こんなのあれじゃないですか。野,野党が言ってきたのをパクッと、それは合意したいからやりますよね。だったらもっと3年前にやればいいじゃないですか。う なんでこんなことになるのか、私には全く理解できない、ね。<laughs> もこの国民投票法の中身っていうのが、まあ、投票するという意味では、他の国政選挙とかも同じなんだけど、<う>これだけシステムが今まで通りで、まあ、今のお公職選挙法と違うから、それを元に戻すっていうか、うん普通。 並べるだけの話なんでいろいろあの議論はあるでしょうからね、これ以上は言ないけれども、えーえー、やっぱりね、はい、もう入り口論でぐずぐずしている時代はもうとっくに終わってると思うんですよね。はい、あの憲法改正しても、何が悪いんですかっていう人もいるだろうし、えー、絶対に買いたくないっていう人もいるかもしれないけど、うん、手続きぐらいはちゃんと。 合意しましまょうよとやっとそれが出来上がったということで、まあ、一歩前進ではありますけれども、えー、もっとその中身の議論をね、はい、しなきゃいけないなと、つくづく思うわけですよ。うんなんとかだ、なんかね、これ。ねえあの憲法記念日がありました、今週、で<ー>そこでね,でねあの、いろいろ各社の世論調査というものも行われましたけれども、はいまあ、やっぱり憲法改正をすべきなんじゃないかっていう意見が、うん、あのすべきでないという意見を上回るという。 調査が各地で出てきているのは、うん、まあそれはもちろんでしょうね、戦後憲法ができてすぐの頃とかね、はい、それからそれこそおお米ソの冷戦時代、はい、いろいろなあの平和主義があ、まあ、盛んだった時代もあります今でも平和主義者いっぱいいるし、私もそのつもりですけどね。だけどもあの、平和というのは別に軍事を否定することから、 あの保たれるものではないんですよね。はい、場合によってはあの軍事が必要である場合が。 あると思うんですねだったら、じゃああれかと、変な人がいてですよ、おまわりさんがなぜいるかったら、それはおまわりさんは合法的に暴力を使っていいんですよ、なぜかというと、変なことやる人は、場合によっては暴力を使うわけだから、それについては警察官がちゃんと法に基づいて暴力を使う、暴力と言ったら失礼だけど、強制力を使うということですよね、それによって平和は保たれるんだけど、国内でのそれは全然誰も文句言わないんだけど、もちろん、 ああのの権力の乱用があってはいけませんよ、はい、だ国外になったら突然そのロジックが消えるわけですよ。それであの日本はその戦力がないんだ、うん、軍隊持っちゃいけない攻撃的な兵器持っちゃいけない、うんはい、違うだろう。うんうんうん 問題は使い方だろうと、えー、我々使い方失敗したのは事実かもしれないけれどだからといって全てを規定するなんてのはおかしいよと,、はい、とまあ思ってきたんですけどね何十年もいまだにこの議論が先に進まないっていうのは一体どういうことなんだろうとんというか議論はされ尽くしているところはあるとも思うしかも確信犯で止めあのやりたくない人たちがいるんですよね、はい、それはも,もちろん私はその意見尊重しますよ。だけど、えー、そうじゃない人たちも増えてる であればちゃんとした議論は平場でちゃんとやりましょうよとそして多数決で決めましょうよととなるんじゃないかなまさにそののねあどう国を守るんだっていうところの話まあ具体的な中身を議論してほしいとまあ結論がその変えないに至るにせよあるいはやっぱり変えなきゃいけないとなるにせよよそうですまあね、私なんか中東屋ですからね えまあ、エジプトにもいたし、それからイラクには2回も行ったけど、世の中こんな、あの、強く正しく美しい社会じゃないんですよね。日本は本当に恵まれてると思うんだけど、特に1945年から、はい。そうですね。20世紀の間ぐらいかな。まあ、いい意味でも悪い意味でも、その冷戦体制があってね、その斬死があって、しかし、 ある意味では自分は武装しないうーん最小限のもの強制力しか持たない対外的にですよ。はい、だけれども実は我々は、えー、ビニールハウスの中にいたグ<ー>リーンハウスの中にいたわけですよね。はい、だけどこの21世紀になって何が起きたかっていうとです、ね、う今まで我々が慣れ親し,しんできたすべてが何もしなくてもうまくいって たかもしれない時代が終わっっちゃって、うん、東アジアのこの,この国際的な安全保障環境というものが激変をしてしまった。そして何が起きたかというと、ビニールハウスのビニールが吹っ飛んだわけですよ。す飛んだ。うん、そしたら冷たい風が入ってくんですよ。うん、冷たい風が入ってきて、どうすんのと、今までのままでやれるのと。違うだろうと。うん、風邪ひいちゃうぞと。と、私は思うんですけど、<ー>これまたこう言い出してからな<ー>10年以上経たってるけど、はい、全く議論が進まない。 というのは悲しいことですよね、うん、うんこう歴史で見てみるとやっぱりあの米ソ冷戦の事態っていうのはどうしたって正面の部分っていうのは ヨーロッパ正面が一番大きかったと思えばいいですか。ただ、我々にとっては、えー、そのお、ロシアという巨大な存在と、中国というまっと巨大な存在があるわけでね。ーヨーロッパの方面はロシアだけでいいかもしれないけども、我々の安全保障環境っていうのはある、ある意味で奇跡的に安定してたんですよ。はい、当時は。か当時はね。なんかそこが湾岸戦争とかで中東になりで、いよいよ東アジアまでこう迫ってきたのに、はい、感覚がやっぱ、そのヨーロッパ正面の、 冷戦時代と変わらないいっていうのはうう私はそれを空想的平和主義と呼んでるんですが、はい、もうその時代は終わったんじゃないんですか誰々さんと言いたいところですね。うーん えー、そしてもう一つ用意していたニュースはアメリカのバイデン政権ハリス副大統領なんですが、はいえー、今度初めて外遊に行くんだと、はいえー、それがあのメキシコとグアテマラ中米を訪問するということだそうですがわれわれなかなかあの日米関係でものアメリカを見る傾向があるからアメリカにとってその中南米というものがどれだけ大事なことかってなかなか見えないんですけどねもちろん米州、北米の 南米とあるわけで、あの地域は、まあはい、中南米の人には申し訳ないけど、アメリカの位置の裏庭ですよね、あ<ー>えー、そして、まあ、その国内にもヒスパニック系と呼ばれる、うん、人たち、移民、合、えー、法違法も含めてね、いっぱいいて、そしてその人口は増えているわけですから。そして今にこの 不法移民が絶えないわけで、はい、その意味では、実は国内問題として極めて重要なや問題なわけですよ。ですから、それをまあハリスさんという,う、まあ、少数派でね、はい、しかも女性、A、という人が中南米に行っていろいろな経験をしてくるっていうのは、もうアメリカにとってもいいことだと私は思いますけどね、彼女にとっては最初の外遊になるわけでしょ。はい 結構なことじゃないかな<ー>と思いますねもともと、その州の司法長官だとか、どちら官そうですよね、法律畑を歩んできた人だから、はい、やっぱり外交っていうのは、あまり経験がないというふうに見てい,いですかそうですね、まあ、だけどアメリカ人、羨ましいなと思うのは、英語がでできることあれね、われわれみたいにね、外国語だったら大変だね。はい うなんじゃねえよとかね、英語を喋れるからって、偉そうなこと言うなっていうのが、時々あるけども、まあこっちも勉強して、ですねなんとか追いついて、それで、その点、彼らには、まままああああアドバンテージがありますよね、まああのー、移民問題、これ、言って話すことはやっぱり、ある程度止めてくれとか、そういうことも含めて、議論なるそうですけどね、民主党は必ずしもそうではないですよね。民<ー>民主党党はああののどちららかとというと共和にに比べたみ移民について 言っては寛容ですよ、はい、しかし、ね、今の状況は決していい,い方向に動いてないから、んなんとかあの止めたいっていうのは本音じゃないでしょうかね、なるほど、えー、止めたいっていうか、まあそう、もう少しコントロールしたいということだとは思いますよ、まあ、だけどそんな簡単じゃないですよね、やっぱりアメリカとその中南米の格差を考えたら、はい、そりゃ行きたいですよ、アメリカに当然です。 えー、この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。続いて、教えてニュースキーワードです。集会の自由。 香港の裁判所は去年6月に当局が許可していない集会に参加したという罪で、服役中の民主活動家、高志法氏、ジョシュアウォン氏に、禁錮10ヶ月の実刑判決を下しました。この集会は中国で民主化運動が武力により弾圧された1989年の天安門事件の犠牲者を追悼するもので、香港から集会の自由が失われつつあることを示す厳しい判決となっております。折氏も、 G7 の外相会合が行われた直後です、まあね、中国はもうルビコン渡っちゃってますからね、香港については。ですから、これ、あの悲しい話ですけれども、はい、これ、元に戻ることはない、当分ないと思いますよね。やっぱりあのここのの香港を見ていると、はいこの まあ先ほど申し上げた通り前の G7 の外相会議のコミュニケーいうのは2017年だったんですよ、はい、そして今21年ですよね、はい、その間にも香港があるわけですけれども、2017年の時にはね、実は中国のチュノジンはあるんだけど、はい、チャイナっていう言葉はどこにあるかというと、サウスチャイナシーとかね、イーストチャイナシーで、おーそこで出てくるんですよ。検、はい、検索しても、ね、だけど文検索しししててもも全、ええ、そ,そこの中国に対する名指し の,日なんてのはななかかっったたわけなかったんでですそれでしかもそれは中国という項目すらなくて当時はあの海洋のセキュリティとか海洋の安全保障,保障そういう形でしかできなかったんですよね。ところがまあで当時はまあトランプ政権ですから、はい、そもそも G7 と一緒になってそれで何とかやろうなんて気は全くないわけですよでアメリカファーストの人だから G7 ってけんばっかりしてるわけですよね。うん、ですけどもあ,あの時は歯がゆ 思いが随分あったんですよね。4年前。あ<ー>だけど今年。 今回ね、こう見てみると、はい、中国のドーンとまず項目ができた。そしてしかもかなり厳しい言い方をするようになりましたよね。まあ、覚醒の感がありますよ。<ー>中国のメディアが反発するのは当然だろうと思いますけど、えー、残念ながら、あの、若干手遅れだったかなと、あの時のもっと早い段階でね、えー、やってたらどういう状況なのかなと変わったかなという気もしないでもない。なもしかしたら中国がもっと反発を早,早めて、早めても,もっと早い段階で弾圧したかもしれない。わかりませんよ。 分かりませんけれども、いろいろ,あのいろ思いが巨大しますよね。なるほど、あれ、2017年、まあ、トランプ政権発足,発足直後、あの時は今までね、はい、まあ大体毎年、あのええ、外相会議やってて。 当然のことながらコミュニケ出したりしてたわけですよね。はいえー、ですからまあ、2017年は惰性で、まあ、あの時テラソンさんだったわけだけど、国務長官。確か4月か5月か、そのくらいですよね、6月とかな。なるほどですからまあ、あの、う,う,うん、やるの、うんじゃしょうがないってやったんだろうと思うけど、もう政権発足が1月だから、ほんまがなかった、えーで。おそらくその頃はまだ局長も決まってなかった頃かもしれません。なるほど、えー。そういう時に、まあ、増砂草に紛れて作られたのかもしれませんけど、<ー>その後はもう、要するに、 首脳会談自体でコミュニケーもしくは政治宣言とかいろいろあるでしょ、あれ出そうと思ってもトランプさんがそもそも OK しなかったり、コンセンサスですからね、最後まで揉めたり、それから去年はそもそもサミットがなかったですよね、コロナによってね、いろんなやり方があったかもしれないけど、トランプさんは全然やる気はなかった、その意味ではようやく国際的な声というものが、核ができるようになった。これだけでもバイデン政権 に変わって、ですね大きな変化だなと思いますねうんうんまあ本当、2017年当時、考えてみたら、やっぱりそのオバマ政権までの関与政策の引きずりみたいなものがまだあっ,たあって。 あただ、かパラダイムは変わったけれども、多、うんまあ、国間での発表というものがっっうそう、確かアメリカ一国、中国に対決主義みたいな感じなんだけど、はい、それじゃあやっぱり無理ですよね、うんうん、アメリカの強みっていうのは、やっぱりあのお普遍的な価値を、はい、の旗をちゃんとこう。 掲げてね。そして、多くの国々をまあ巻き込んでくると。はい。これが彼らの強みなんだけど、それをトランプさんやってこなかったわけだから。うん。まあ、ある意味、部分的に代わりに日本がやった部分があったりしたけど、ね。そうかもしれませんね。TPP なんかはまさにそうですよね。うん。でも、そういうことを、あの、なかなかできなくなっていたのが、やっとまあ、 元に戻ったかどうか分かりませんけれども。それから、オバマ政権が悪いわけでは必ずしもなくて、オバマ政権の2期目からはね、かなり中国に対する厳しい考え方が出てきたので、その意味では、のその継続としてより厳しい形で、しかも国際協調を織り込みながらやってるという意味では、結構な話かなと思います。 まあヨーロッパがここにもこついてくるように部分的にはなったということですかそうですね。まああの、日本の新聞でもね、いろんなことが書かれていて、はいえー、日本はあの、えーどど、どっちを取るかと苦労しているという言い方があるんだけども、はいはい、必ずしもそうじゃないですよね。はい、あの、イタリアやドイツもやっぱりアメリカのやり方に必ずしも賛成してないんで、<ー>それはどっちもどっちだなと思います。うん 続いてはここだけニューススクープアップです待ってましたありがとうございますええ、これが楽しみで来てんだからね本当ですかいやありがとうございますではご期待に添えますかどうかこの時間最後のニュースをスクープアップエコーが聞いてよかったねいろいろ技術を駆使しておりますアメリカ軍のアフガニスタン撤退を考える アメリカのバイデン大統領は今月2日、アメリカ中枢同時テロの首謀者で、国際テロ組織アルカイダの指導者だったウサマ・ビンラディン容疑者をアメリカ軍が殺害してから5月1日で10年となったことを踏まえ声明を発表しました。ビンラディン容疑者殺害などでアフガニスタンのアルカイダは弱体化したとして、9月11日までの完了を目指すアフガン中流アメリカ軍の撤退を正当化しています。 ウサマ・ビンラディン視察、あれから10年たつんですね、この撤退決定っていうのは、苦渋の選択だったと思いますよ、<ー>でこのアフガニスタンのアルカイダが弱体化したんだったら、10年前にしたんでしょと、はい、もっと10年前に出ないじゃねえかって話ですよね、<ー>本当はね。ねうんうん、だけど、まあ、実際には、ね、出られなかった、はい、今回の決定についても、はい、今でもアメリカの国内で相当強い反発、反対論があります、うんはい、で私は一応中東屋です。 からその理由はわかります俺はねアフガニスタン行っちゃわかりますよ行けばわかる,、うん、行けばかるまあね、うん、ザクッというとね、はい、私初めて行ったのは何年だったか1998年だったかな<ー>あの時ね中東二課長だったんだけど、はい、カンダハールって町行ったわけですよねカンダハールって行、ね、飛行場に着いた時ね、はい、うわ じゃあ緑は全くないんですよね緑はないだから火星かなっていうか、まあ、火星,<ー>火星ほどよりほどもうの山肌とか断層とか綺麗に見えて俺地<ー>質,質学者だったらいろんなことが分かって楽しいだろうな<ー>他に何も見るもないですからね<ー>それで要するに火星なんですよ。 に地雷が埋まってるっってて感じなんですよね地雷が埋まるそこで言ってね思ったことはまずなかなか農業難しいですねもちろん農業地帯もありますけれども土地が高地ということもあってなかなかできないとなるとまあなかなか農業では食っていけないそうすると消しの栽培が一番手っ取り早いとなるそれが地形としてはそうですそれから民族的にもね アフガニスタンって海がもちろんないわけで、その上には中央アジアの国々が、北にはパキスタンの西部ですよね、アそこはパシュトゥンがいるし、それからもちろんイランともつながってるから、イランに計画が働く。 要するに、いろんな人たちがいるわけですよ、言い方難しいんだけど、ちょっと反社会的な人たちがね、山の奥に、いろんな所に部族でいるわけだ、それで痩せてるわけだから、土地が痩せたら農業できなかったら中央集権国家なんかできない、しかも山、山岳地帯が多いわけですから、そうなるとね、やっぱりみんなバラバラに勝手にって言ったら失礼だけども、生きていかざるを得ない。 そして当然、ナーバリー争いが起きる、はい、ですからずっとこの国地域はです、ね、はい、国というべきじゃないですか、地域はずっとあの厳しかったわけですよね。なるほどですから、まあ、その意味では、昔は、えー、ペルシャ、はい、それからアレクサンダー大王、お<ー>インド、はいえー、近いところではイギリスがやって、ソ連が占領して、はい、今度はアメリカでしょ、どこの国の支配も絶対受けない。 すごい強い民族の集まりですよね。ですからその意味ではあの撤退っいうのは当然なんですけど、はい、撤退すると何が起きるかってこれまた当然にテロリストが入ってくるわけですよ。 やっっそうなりますかりうです帰てくる決まって決んですよ、うん、ただ問題は、それはそうなんだけど、じゃあ、それでずっと居続けて、問題解決するかってたら、そらくしない、はい、あアメリカ軍が居続けたとしても。でアメリカの国益を考えたら、実はその余力があるんだったらば、はい、それを東アジア、インド太平洋に集中するっていうのは当然の判断ですから、うんまあなかなか私としては難しい判断っていうか、言いにくいんだけれども、あ<ー>こう出ざるを得ないんだろうなと。 これあの、その地図で考えて、東の方に行くと、中国あります、よね細い国境だと、はい、ここのこう何かこうあ影響力みたいなものっていうのがあの,あの地域でもちろん連絡を取ってる人たちはいたでしょうし、えー、当然のことは、あそこはチベットとそれからウルグルに繋がっていくわけですから、あの地域はね。 だけどもどうでしょうね、やっぱりあの中華、韓族の中華文化と、はい、それからイスラム文化って、やっぱあいれない部分があるんで、あ中国の影響力がといっても限界があるような気がしますねうん、うん、あの一帯一路のこう何か、あのこうお金の流れとか、物資の流れはもうちょっと北側にあるって感じですかそうですね、うんただまあ、一帯一路っ,たって、こ、ええ、ん,んな、あんなその人口の少ないところであんな投資したっ ペスローガンとしてはいいんだけどなかなかそういうものがしっかりと根付いてる感じは私はしないんですがもっとも北のほあにカザフみたいにエネルギーのあるところもあるそうですよね地下資源があるとっていうところなんですねアフガンとて地下資源も乏しいところでもあるんですかアフガニスタンですか地下が起こったら地雷が出てきますよね。地雷が出てくる あ今でも地雷の,あの除去作業をやってますやってるはずですものすごい数、埋めてありますから核武装勢力がそれをこ攻て。するそれの時代も含めてね。 そうなるとで、まあ、アメリカだってここにこう出て行ってこうずっといたっていうのは、まあ、ある意味の前方展開みたいな感じで自分のところを狙うテロリストをまあ抑え込むっていう狙いがあったわけです,よ、ねそ,ですね、それは2001年の,あの同時多発テロのときには確かに首謀者はあそこにいたわけですからね、はい、ただ、もう今弱体化したかどうかは別にして、えー、世界中に散らばっちゃってるから。 ですからアフガニスタンだけにいる意味っていうのは確かに薄れていることは事実ですよね。だけど、それは今までこうやってきたからこそ拡散したんであって、はい、もし、またアフガニスタンに事実上、その聖域ができたら、うん、皆さん戻ってこられますよ、間違いなく。うそうならないようにするには、はい、やはりしっかりとしたアフガニスタンの中央政府ができなきゃいけないんだけど。はい これが難しい、それはできるんだと、ここの地域にまあ抑え込めればいいけれども、これがこうさらに世界に力を蓄えて拡散するす、ね、ということ,になると、まあ、だけど、あのえー、アルカイダ、それからア,アイシスの、はいえー、あの時代はです、ね、ちょっと変わったですね、やはりあの西側諸国日本もそう、日本もそうだ、あってほしいんだけれども、はい、やはりあの警備。 それから対策がかなり進んでますよね、ですから、その意味で昔のような隙をつかれることはないだろうと思いますけれども、しかし、あの必ず新手のものが出てくるはずです、<ー>それにはあの注意は必要なんですが、まあ、しかし、東アジアのことを考えると、そんなこと言ってられないとんその実態なんでしょうね。あそのアルカイダ的な、まあ、ある意味のこう実力を行使するというか、うん、いうところから、まああのアイスあるいは、まあ、ジョージ・サム国という名前もついてましたが、ネットをくじ してて人を集めるという形になってきたそう,そ,うそうすると今度はもう行動そのものもサイバー空間みたいなところにどんどん進化していくんですかね、はい、そしておそらく西側のヨーロッパアメリカもそうかもしれませんけど数は多くないかもしれないけども、はい、その、えー、人民の海とは言いませんが、うん、そういうところに潜んでいてそして突然 個人的なことも含めてテロをやるということに変わっていくんでしょうね、うん昔のようにその大,大,大きな地域を支配して、すべ、はい、ての人がそこに集まってきて、それでというような時代ではないのかもしれません、<ー>かしテロ、我々がテロというものについて、彼らにとっては正義ですから、はい、絶対なくならないと思いますね。 え、アフガニスタンの撤退を考える。まあ、そこから、ああ、この、世界でのテロリズムというところまで、え、お話をいただきました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。様々ご意見もいただいておりますが、一つニュースが入ってきまして、えー、このアフガンの撤退について、オースティン、アメリカ国防長官は、えー、順調であると。今のところ、計画通り進んでいるという認識を示したということであります。 タリバンからの攻撃はないというふうにしすそれはしないですよしないですか、うん、あもう出てくるんだから <laughs> って喜んでるはずですからうん、うん、それはじっとしないアメリカがいなくなってからやりたいことをやりなるほどこれ九十八年に先ほどカンダハールにやかれた、はい、とおっしゃいましたがあの時っていうのはまさにタリバン政権ですか、はい、そうですよタリバン政権があってで,でタリバンの交換を日本に呼んだんですよ ああ<ー>あのその時の課長ですからそれであの,のカンガハールにはねおさまビンラーデンが引っ越してくる新居があってへ<ー>それを引っ越してくる前に僕はあの連れてかれて<ー>これがね今度ねおさまがね引っ越してくんだよ俺あれオってあれだな。 あのスーダンに、いやいや、もうすぐ来るんだよ、こっちに来るんだよって、これが1998年ですよ。それで2001年にドカンやるわけだから。ああ、知らなかったけどね、当時は。ただ、オサマ・ビンダーデンの名前は知ってました、私だって。ああ<ー>。一部では有名だったから。うん。あいつが来んかいと、大変なことになるなと思ったのが、1998年です。はい。もう20年以上前は。 ああいうこう、オサンビン・ラディンであるとか、あるいはその後のそのイスラム国におけるバグダディと、うん、まあ、はい、実際するかどうかも含めてあれですけど、ああいうカリスマみたいな人っていうのが、今後はどうなんですか うん、出てくるでしょうね、出てきま,すまたワンジェネレーション変わったら、あ<ー>ね、そしてあの必ず隙ができますからうん、ね、平和が続けば必ず隙ができて、そこをテロリストはついてくるに決まってるんで、時間の問題だと思いますいや今、コロナでこう各国かかりきりになってますが、はい、この先ってところですか。